お疲れです。本当にもうだから FA あの監督がなくなってるんです。はい。お疲れです。有名人。はい。お疲れさん。ちょっと恥ずかしいからやめてください。有名人。わかるか。わかります。あ、わかる。そうです。クリスです。テレビとかで見てます。あ、そうか。あの僕の先輩なんですよ、トーマさんが。え、トーマからそうなんですか。またながら二個下か。はい。どんぐらいになる。二個下ですね。二個下で、後輩。また少年野球の教え子。あ、そうなんですか。うん、何期生の何期生か。僕は5ですか、ね。5期生か、はい。5期生の時か。はい、5です。はい、吉成とか。ああ、吉成、はい。うん。九州大会も。比嘉吉成、キャッチャーです。すげえ。キャッチャーですごいやつが。歌島袋時代は相当強かったよ。県大会も、小4年生の頃からずっと優勝して、すご6年生の大会でも4年生の時優勝したんだよ ね、 しましたね。そこから九州派遣で九州大会出場してるわけです。やばで今大学で野球やってる、うん、あすいませんこれあの差し入れです。ああありがとう。ちょっと3品じゃなくて、ああそうか、ペットボトルってのが嬉しいね。ありがとう。懐かしいな。今、うん、その僕らの時100人いたじゃないですか。何があの部員が、あ少年野球な、今、うん、トマコチ何人ぐらいいますか。8人8人っすか。え結構減りましたね。今はね、あの野球人口だ WBC があったさ。そうっすよ。あれから定芸だ部員が増えるんじゃないかなと思ったけどよ、みんな卓球行きよった。あみんな卓球に走った。逆に卓球、だから違う、またあれよ、また孫はね、孫の子供たちはみんな卓球に行ってる。うん、じゃあ試合できてないじゃん。今はできてない状態だな。だからまた今度教えに来て、子供たちも相当喜ぶよ。5期生のメンバーが来た時は相当あの子供たちも喜ぶはずだから。じゃあ、うん、行きます。っていうかあれっすか、じゃあ教え子が久々に遊びに来たって感じですか。そうだな、これだから偉い相当あれなわけよ、律儀語はやんばい。でも こういうのって、うん、やっぱあれっすか、トーマ監督が教えたんすかその時に。歌どんなか、わ僕はあれだな。そうなの。そこまで今まで何期生も多いから、これなんかの時代のこととかは九州大会こういうね、珍しいじゃないですか、うん、コーチに挨拶行くって。だからな、トーマコーチは昔めっちゃちょ厳しかった。あ島袋、お前なんかの時代の時は厳しくないだろう。いや厳しかった。その倍率100人いてで、トーマコーチ九州派遣も行きますもんね。九州派遣行ったさね。すごい。トーマコーチが手売りでマックのカードで、うん、おし旅費もね、旅費も懐かしい。あれだよ、あの時はあの父母会の人たちも相当優れてたから、いろいろ知恵とか絞ってもらってから、あのだホッパーから、コンビニ、他のコンビニとかで募金活動を募ってからやってたわけさ。それでお前なんか行けたんだよ。いや本当に最近になって感謝の気持ちが出てきました、ね。うん、でしょ。トーマコーチ、あの派遣さ、あの九州、うん、九州派遣の時の旅館でほうれん草食べてたんですよ。おほうれん草好きで、うん、ずっとほうれん草ばっかり食べてて、うん、次の日食中毒で病院行きました、ね。芝袋言うなお前、なんかお前よく覚えてるな。ほうれん草ビカ食べてたわけさ。トーマコーチいなかったんだよ。懐かしいな。懐かしいね。あの時はだから人口野球人口とかも多かったけど、相当低下あれやったんばよ。あのなんていう、今は少なくなってきてるな。やっぱこれ結構スイングって難しいんですか。俺バスケ部だから分からないんですけど。今どこやってるポジション。あ今一応ピッチャー。ピッチャー、はい、あれか、大学はだ、打ちはしない。打ちもしますね。ちょっと見てみよう、はい、久しぶりに。これいいね。3番バッターだったわけよ。相当飛ばしよったよな。いやでもトーマコーチに教えてもらった時よりはちょっとフォームが変わってる。フォーム一回構えてみようか。構えから見ていいね。久々にで止まって、あの時思い出したよ、はい、あの時のやり方でやるから。今も久しぶりだろ。久しぶりだろ。おお、はい、いやなんか感動するな。はい、じゃあ構えて、はい、はい、ストップ。あやっぱなんかこれ新しいっすよ。なんか昔からこんな感じ。昔からトーマコーチこうですね。測ってで距離的にはどうすごっ。計算大事って言ってた。あさすが、それは九州行くわ。バットの長さですか。変わらんな。なんで変わってない。すごいな。いやいや変わるもんだわけよ。はい、大学とか行ったら相当か。でボール見た時にバットの長さっすよね。で行こうか。構えてみよう。で来た、ボール来た。はいストップ。綺麗なフォーム。
そこ測るんですか。ボール来るよ。はい。見といてよ。これ割ったら指導法だっけ。ああ。ボール来た。すげえ。ボール来たよ。ボール来た。これボール。ね、ボールね。はい。ボール来たよ。はい。はい、これで。で、フォーク。はい。あ、フォーク。はい。あ、ダメなんだ、今のは。これだわけよ。ああ。これなんかに教えてたのは、何が起きるか分からないよと。うん、野球ボールっていうのはもうメジャーと同じだっていう。うん、この教え方があったな。すごい。あれ見てみようかな。だから今、ピッチャーやってる。ピッチャー、はい。何キロ投げるか。今、130とか。130。はい。130投げる。はい。あ、そうか。見てみよう。すごいね。はい。昔からどうだったんですか、ピッチングは。正直言っていいか。最初は遅かった、うん、だけどこれはまた努力の天才だから、うん、また練習終わっても自分で自主練習してから。トーマコーチも付き合ってくれたんで、うん、だいぶ成長したなと。じゃあ見てみよう。いきますよ。はい、きつっ。これ止めるのは OK。 いきます。はい、うわー、はい、ストップ。重心は島袋、はい、重心上げて懐かしいっすね。飛ぶんだよイメージは。あ、そうっすね。あ、いや、持ち上げたのはあれだよ、飛んでる時のイメージですよね。あ、そういうことだよ。違うさ、はいはい、ストップストップ、はいはい、どんなか。はいはい、重心上に上げるってことですね。上に上げて力をボーンって。イメージ的にはだからセットから始める。セット OK、はい、ここから。あ、違うな、セット、はい、まあいいか、セットじゃなくていいか、これでいこう。から、はい、こうする。いいか、ファースト確認。オッケー、持ってきて。セカンド。おお、なんかすごい。あっち見る。はい、で、もう上がる。いります。もう待って待って、どういうこと。ここはどういうイメージですか。はい、おお。うん。上がるぞ。おっくら。からするさ。ああ。食べるんすか。トマさん、いやさん、ボケてる。いや、トマさんのボケ分かりにくいですよ。歌突っ込まないわけよ。歌突っ込まないわけ。第一回見てみよう、もう一回。ああ、分かりました。おい、これ。そう、何の練習なんですか、そんな。はいはい、アンダースローに変えよう。いや、アンダースロー変えないんですか。アンダー見てみよう。あ、わかりました。アンダーがいいな。アンダーがいいですか。うん、今までずっと上から投げてたんですよね。そうアンダーがいいと思うよ。オーバースローっていう上から投げる。オーバースロー。アンダースロー変えよう。アンダーは下。下です。いきます。はい、どんだけ下か見てみよう。もっと下。ストップストップ。もっと下もっと下。結構あ、ついてますよ今。結構下ついて。もっと下下。こんな島袋自体下。もうしゃがんで。しゃがむ。はい、はい、そう。これ投げれます。そうすいませんでした。すいませんでした。全然無駄した。いや、 OK じゃなくて。懐かしいな、トマさん。いや、懐かしいぞ。懐かしいっす。トマさん、いや、ボケてるでしょ絶対。ボケてはない。さっきのはボケたけど、今の本当の話。あの事故に、あなたがね、大学で活躍できるようにこれからもう頑張って。 OK ですか。はい、一球。はい、よっしゃ。おしゃ、すげえ。また何かと連絡して。はい、頑張ってね。ありがとうございます。すいません、またじゃあ来ます。お疲れっす。お疲れさん。